現する男、ザ・プログラム武藤圭司が入ってきた。武藤！武藤！シングルマッチ60分一本勝負を行います。青コーナー小橋260ポンド武藤圭司。武藤！武藤！武藤！赤コーナー270ポンド小橋健太。レフリー西永修一。武藤！木槌がゴングの眠りを覚ましてまいりました。さあ桃田さん、会場はもうすごいボルテージなんですがね、一言お願いします。そうですね、この熱気すごいですからね。まあ当たり前なんですが、いかに冷静に試合を運べるか、それがポイントになると思いますね。ありがとうございます。足を狙ってまいります。ブロックします。組み合います。逆に振り返した。ここまでまだ始まったばかりなんですが、序盤戦を見ていかがでしょうか。まだ流れはどっちのものとも言えないですね。ああそうですか。足を殺してまいります。組みに行きます。フロントのヘッドロックに取ります。ハンマーを振りかざします。 STF に移行してまいります。ガードします。掴んだ。あのね、選手っていうのは試合中は興奮してますから、ある程度痛みってのは感じないんですよ。はあ。でもね、試合終わってから今まで分かんなかったところが痛くなったりするんですよ。あ、そうなんですか。ロープに振って重いチョップであります。ロックアップ。この辺りの攻防、目が離せませんね。こういうレスリングの攻防は素晴らしいですよね。さあ、天才を超えた魔術師、クロスウィザードであります、この武藤圭司。そのアメリカナイズされたレスリングテクニック、生まれ持った天性の才能、持ち前のスター性、まさに全てがメジャー級であります。武藤圭司、投げてまいります。後頭部へのチョップであります。行くのか。フライングメイヤーで倒します。ブロックします。コーナーに登って、おお、高いところから一気に叩きつけた。このあたり決まり具合はいかがですか。まだこれは入ってないですね。そうですか。ガードします。逆に返します。フェイスクラッシャー。
この辺りのグランド殺法なんですが、いかがですか？そうですね、こうやって攻めることによって自分の展開っていうかペースに持っていきますからね。あ、そうですか。ねちっこい展開に移行してまいります。ブロックします。バックに回ります。エルボーでブロック、小脇に抱えます。さあバックドロップだ。抱えます。ブレンバスターで切り返します。掴みます。キックで返します。腕をフックします。耐えます。掴んだ。させません。このあたり負けん気の強さというものが出ていますよね。そうですね、気持ちでは負けられませんからね。そうですね、対空式のブレンバスター。汗がミストとなって飛び散ります。カイナ力で締め上げてまいります。掴みます。こうやってね、1点を狙っていくのは効果的ですよ。後々効いてきますからね。なるほど、徐々に毒が回っていくわけですね。高周波数の音が館内に響きます。キックで返します。毛先で打ってまいります。ガードします。変形の羽交い締めに持っていきます。毛先にチョップであります。組みに行きます。逆に返します。あっと、逆に切り返した。重い逆水平だ。組み合った、倒していった。円錐チョップ、起こした。エルボーで返す。小脇に抱えた。エルボーで切り返す。奥歯を噛みしめた。ジャックナイフのパワーバン。ホールを返すっていうのは意外とスタミナを使うんですよ。だから何回もホールされるときついですよ。スタミナをロスするわけですね。ドロップキック、的確であります。掴んだ。あっと、返した。ガチッと組み合った。コーナーに振った。うわ、この髪に入りましたよ。脳髄に響いたか。立たせていく。浴びせ蹴り引き。さあドラゴンスリーパーに持っていった。いけるか。そのまま締め上げる。ハンマーを振りかざす。抱き起こす。もう放送席まで痛みが伝わってまいります。あのね、これは相当きついはずですよ。ブラッシュリングエルボー、ナタのようなチョップ。いけるか。正面から投げていった。起こした。ハーフネルソンスープレックス。抱き起こす。バックに回った。スリーパースープレックス。そのまま体固め。カウント 2.9。 そうは簡単にはいかせません。これは勝負の分かれ目になりそうですか。そうですね、ここから自分のペースに持っていきたいですね。今危険な角度でしたよ。脳天粉砕か。蹴っていった。組み合った。対角線に飛ばした。串刺し式のサイリングウィザード、膝が刺さった。引き起こす。膝へのドロップキック。あっと、返していった。気合を入れた。引っこ抜きか。投げっぱなし、パワーバーム。一気
きりスパークするのか。